のカナダから来たものですが、台湾問題について聞いていただければと思います。台湾は台湾です。台湾 is 台湾、台湾 is not Chinese Taipei、 China is not a part of Taiwan。 今私たちは台湾ということをよく知らないで台湾台湾って言ってるんですけれども、台湾は Chinese Taipei ではありません。でもオリンピックではチャイニーズ・タイペイということを名乗らなければなりません。でも地球上にチャイニーズ・タイペイという地名はどこにも存在しません。オリンピック運動はみんなでお互いを尊重し合ってスポーツを楽しむイベントであって、政治的な運動ではありません。オリンピックムーブメント is a festival to celebrate athletic movement. It's not a political movement. Now, Taiwan is imposed to call itself as Chinese Taipei. But strangely enough, there's no place called Chinese Taipei on Earth. Taiwan is Taiwan. This is a very simple statement.Taiwan is not Chinese Taipei. And this is an opportunity for us to remind the Olympic Committee that Taiwan is Taiwan. Taiwan is not Chinese Taipei. This is a simple statement. 皆様にお願いしたいのですが、オリンピックでは台湾は Chinese Taipei という名前を名乗らなければなりません。でも地球上にチャイニーズ・タイペイという地名はどこにも存在しません。こんなおかしなことを言わなければならないということを私たちは真剣に考えて、台湾の人たちにもっとリスペクトしなければならないと思います。We need to pay respect to Taiwan. Taiwan is Taiwan. Taiwan is not Chinese Taipei.皆様のご協力をお願いいたします。台湾は台湾です。ありがとうございました。皆様よろしくお願いいたします。持つこともできません。チャイニーズ・タイペイと言わなければオリンピックに参加させないというようなことが起こっております。台湾は台湾です。チャイニーズ・タイペイという地名はこの地球上に存在しません。なぜこんなおかしなことが起こるのでしょうか。私は理解できません。台湾 is not Chinese Taipei. This is the simplest message, and then we need to proceed encourage Taiwan to be called itself as Taiwan. ご都合の皆様、暑い中ありがとうございます。台湾は素敵な国です。私は台湾が大好き、大好きです。台湾の人たちが自分たちも台湾人と大きく語れるような